皆さんこんにちは。このところ連日の剪定作業で手指が痛くなり、この痛みに耐えきれず、ついに電動ハサミに手を出してしまいました。機種はこちらです。8万円ぐらいしました。細い枝を切るモードと太い枝を切るモードがあるようです。この電子音とロボットみたいな音が庭に鳴り響くのはちょっといただけませんが、少し使ってみます。電動バサミデビューです。梅の枝は硬いので、こいつも難儀しているようです。私自身もまだ使い方に慣れていません。私は切り落とす枝に手を添える癖があるので、こういう機械を使うときはちょっと危ないような気もします。このくらいの太さなら難なく切れます。ちょっと遠くて力が入らないようなところはこれがあると重宝しそうです。枝をさばく作業はとても楽になります。3秒握り続けていると太さモードが変わり、5秒握り続けていると口が閉じるということです。こちらは小玉の木です。この木はそれほど硬い木ではないので、普通の剪定バサミで十分です。それにこの小さな脇枝を残すような剪定の場合は、トリガーを触れただけでハサミが動いてしまうようなものだと失敗する可能性が高いです。こういう細かい剪定は人力に限りますね。それに音がね、やっぱりこれじゃないとダメですよね。木の下の草がむしりにくいので、下枝を払ってほしいというお客様の要望でしたので、また再び電動バサミを取り出しました。こういう地面に近い枝というのは意外と切りにくいので、電動バサミは助かります。ひこばえなどを切るにもいいかもしれません。手が痛いときはこういう枝さばきも大変つらいのですが、こういう道具があるとだいぶ楽ですね。
次は荒かしです。手が痛いときはこういう硬い木を切るのは大変つらいです。今回はお客様の要望でこの真ん中の太い幹を下から切ることになりました。こういう捨てる枝はどう切っても構わないので、こいつを取り出しました。いやー楽だわ。こいつはノコじゃないと無理だわな。何かこいつを入れるサックを買わないとダメだな。さすがにこいつでもカシの木は辛そうです。でも助かるな。こういうのもバッテリー式の小さいチェーンソーを使うという手もあるんですが、ゴミが散らかるんでね、のこのが早いですね。とにかく枝さばきには使えますね。うめえ、ざっとね。まあ機械だからね。機械なの？え？機械なの？うん、電気、バッテリー。あ、そ
そうなの。うん。もう最近も連日手使ってんからもうなんか指が痛くてさ。で、さばく時ぐらいはね、ちょっと楽しようかなと。できてすんのね。そうだね、年寄りにはありがたいね。62だね。もう最初に頼んだ時は若かったもんね。そうだよね。うん、若いバリバリで。そうかな、もちろん結構長い。もう長いよね。長いよね。最初そこにまだ若い頃に30年ぐらいとかじゃないの？だって結婚して33年かぐらい経ってんだから、うん、ねえ、そんぐらいの付き合いだよ。そうだね。本当にそうよ。私だって若かったね。変わんないじゃないですか。変わんなくないんだよ。62だね。あれ、そんなに違うの？全然見えないね。そうだよ、20違うね。いや、見え見えない見えない。だから分から痛い。あざす。やっぱり硬い木の剪定には助かりますね。次の日の現場です。土佐みずきです。先ほども言いましたように、地際でハサミを使うのはとても大変なので、そういう時にもこの電動バサミは役に立ちそうです。交差している枝を地際で切っていきます。こういう部分はハサミも入らないので、ノコギリで切るしかありません。力がそれほどいらない剪定には使う必要もありませんが、指一本の動きで切れるので
トゲの歩きなどにはいいかもしれません。力もいらないので女性でも使えます。まああまり風情のある音ではありませんので、適材適所で使っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これ？あとは？